どうも、トミヤンです。メガドライブミニで今回から新たなゲーム遊びたいと思います。こちらファンタシースター千年期の終わりに、1993年セガさんを代表する人気 RPG シリーズの集大成、4本目ということなんですが、私ファンタシースターシリーズ遊んだことがありません。なので、遊んだことがある人は、スルーしてもらっていいんですが、簡単にファンタシースター 1,2,3 ね全然知らないので、調べてみました。皆さんにもあらすじを簡単に紹介してから今回スタートしたいと思います。こちらファンタシースターの歴史、まず初代なんですけども、アルゴル太陽系というところにね、人類がおりまして、地球人ではないんだよね、人類がいまして、パルマ星という母なる星に、いました。で、国王ラシークがいたんですが、あの邪教にね、国王ラシークが、騙されたというか、そうなんでしょうね、あの邪教に入ってしまって国が混乱してしまうというお話でございます。ダークファルスというのが、邪教のボスみたいなやつなんですかね。そしてアルゴル太陽系、パルマ星に繁栄してるんですけども、他に、2つ目の第二惑星としてモタビア星、これが砂漠の惑星ですね。それから、3つ目のデゾリス星という、これは氷の惑星で、これから開拓しようというような、デゾリス星もあります。この3つの星に人類が、住んでるという感じですかね。で、主人公はアリサですね。で、それからもうファンタシースター2の世界に行きますけども、2のサブタイトル、帰らざる時の終わりに、初代から1000年後の世界を描いております。主人公ユーシス、こちらモタビア星で、砂漠の都市だったモタビア星が、あのマザーブレインというものを作りまして、これがあの気候の管理とか、あの農作物を管理してくれて、母なるブレインというねもので、人類がモタビア星でも栄えていきました。しかし平和が長続きしないんですね。だって RPG だからバイオモンスターが発生して、えらいことになっております。それがファンタシースター2の世界。そしてファンタシースター3、これがちょっとややこしくするんですけども、時の継承者、なんと1と2からは関連は薄いということで、主人公の名前ケインだけ紹介しておきましょう。ちょっとね、歴史的流れは3にはないんですよね。なんか開発したあのチームもなんか違うみたいですね。はい、3はさらっと流しまして、で今回のファンタシースター4、千年期の終わりにをプレイするんですけども、こちらがファンタシースター2からさらに1000年後、初代から言うともう2000年経ってるよね。で、どんなお話かというと、私も、説明書レベルですけども、なんと、パルマ星、第一惑星がね、どうにかなってしまうみたいですね。そして、メインは、この砂漠の惑星、モタビア星がメインのお話に
なるんでしょうか、ならないんでしょうか。以上、ファンタシースターの歴史を5分でまとめました。行こうかみんな。お待たせしたな。あ、行ったと思ったらテトリス。A ボタン押したの。行こうかファンタシースター千年期の終わりに。セガー大きき時の彼方より紡ぎし魂の祭り果て、ありし者これを天空に掲ぐ、ナスは死の天照、ナスは死魂の灯火、ナスは絶えなき千年期。ファンタシースターザ・エンド・オブ・ザ・ミレニアム、千年期の終わりにですね、1993年セガさん、9人の仲間たちがいるみたいですね。天空に財を成すアルゴル太陽系、その星々にはかつて華やかな文明が栄え、人々は繁栄と享楽にその身を委ねていた。しかし惑星管理システムマザーブレインの破壊による混乱と第一惑星パルマの爆発消滅による影響はその総人口の 90% 以上を奪い、以前の科学文明は失われ、人々の生活は困窮に瀕した。そして千年巡る年月は新たな生きる力を民に与え、再びアルゴルに繁栄の芽を根付かせようとしたが、過酷な環境は容易にそれを許さなかった。そう、第一惑星パルマ星がね、先ほど紹介した爆発してしまったと。そして総人口の 90% マザーブレイン、心の支えにねしてた、農作物を管理してたマザーブレインをもね、おかしくなってしまって、総人口 90% が減ってしまった。そしてなんとか生き延びた人、残りの人口が千年経った後の物語ということですね。まあ歴史を知ってると皆さんね、ゲームに入っていけると思うので。ルディ仕事だよ、さっさと支度しな。あんたこれがハンター登録されて初仕事なんだ、気合い入れなよ。そうか、もう見習いじゃないんだ、あんたは今日からこのライラさんの正式なパートナーなんだからね。さあ行くよライラ。で今回はどこへ。ちょっと遠いね、ピアタの町のモタビアアカデミーだよ。あの学問の町、一体何があったんだろう。さあね、とにかく来てくれの一点張りでね、詳しいことは向こうに行ってからだよ。ハンター勝手に動いてますね。せっかくだからアカデミーを見物したいな。何のんきなこと言ってんだい、ぼやぼやしてると置いていくよ。ライラが先輩なのか。おお。AW2284 4年出没するモンスター、そして依頼を受けその対象に当たるハンターと呼ばれる者たち。それはこの惑星モタビアにおいてごく日常的な光景であった。そう、この時も うろうろしてたらライラとはぐれちゃったよ。ライラを探さなきゃ。あー、操作できる。始まりました。記念にセーブしておこう。操作法 C ボタンが、会話 A ボタン、
アイテム持ってない。テクニック、あ、レスター、なんか使っちゃった。なんだ特技、特技使えない。装備、おー、レザーメット、ハンターナイフ、レザークロス、ステータス、強さ、来ました。主人公ルディ、ハンターレベル1、16歳。なるほど。こんにちは、 あなたがハンターの方ですか。早くモンスターを退治してくださいね。1ヶ月くらい前から地下室に怪物が現れるようになりました。恐ろしくて研究どころじゃありませんよ。ルーディー探したよ。どこほっつき歩いてたんだい。ライラ、さ、ついといで。学長に会って詳しい依頼内容を聞かなきゃね。おー、物欲しそうに眺めたって何もないわね。ちょっと強気な女性ですね、ライラ。あ、ライラ強い、レベル7。女性に年齢は聞いてはダメみたいですね。年齢はてなはてなお、経験値の高い先輩ハンターなんだね。なるほど。こんにちは。お、綺麗なお姉ちゃん。そんなガキより俺と付き合わない。消えなどっちに行けばいいんだろう、これ。あ、王様っぽい人だ。ようこそいらっしゃいました。私が当アカデミーの学長です。画面綺麗だね。さすがメガドライブ。ハンターのライラさんとアシスタントのルディさんですな。お言葉ですが、ルディはもう私の大切なパートナーですわ。それはともかく、早速詳しい事情を聞かせていただきましょう。はい、実は1ヶ月ほど前から学内に謎のモンスターが現れるようになったのです。うわ、なんかグロテスクだね。どうやら地下室を根城にしているようで、今は出入り口を閉鎖してなんとか事なきを得ていますが、いつまた現れるか。どうかこれを全滅させていただきたいのです。ことは穏便に済ませたいので、腕利きと評判のライラさんに。ええ、そのくらいはバッチリお任せのお安い御用ですけど、いきなりアカデミーの中に出てくるっていうのは変ですわね。モンスターも普通はさすがに街の中までは入ってこないものです。そのモンスターに何か心当たりはございませんの。そんな何も心当たりなんて。噛んでるし絶対隠してるな、この学長。いいから早くモンスターを退治してきてください。そのために高い金を払うのですからな。絶対何か隠してるな。うさんくさいわね、あの学長。落ち着きがなさすぎる。噛んでたしね。どうもそれだけじゃなさそうだね。ちょっと面白くなってきたよ。ハンターっていうのは、このまさしくモンスターをハンターしてモンハンですねモンハンで稼いでるんだ、お金を。学長室ならそこの奥だよ。なんか態度がおかしい。おお。ここモタビアアカデミーは宇宙の真理を探求し学問を広めるモタビア製最大の研究機関です。どうです、立派でしょ。面白そうなところだね、ライラ。そう、私は興味ないな。ふん。ライラサバサバしてるね。1000年前、我々は宇宙をかける船までも持っていたらしいですね。でも今は遠く空に浮かぶデゾリスも望遠鏡で眺めるだけ。おー、なるほど。このね、先ほど紹介した初代の第三惑星ね、氷の星デゾリス
まあ以前は高度な文明で行き来できてたんですけど、今はもう移動手段がないっていう、文明がもうマザーブレインが壊れたことで、高度な文明が失われたんだね。ああ一度でいいからデゾリスに行ってみたいな、別の星に行くなんて夢みたいな話だね。かつてアルゴル太陽系には3つの惑星があったが、大崩壊の時に第一惑星パルマは失われ、今はデゾリスとこのモタビアを残すのみじゃ。でもデゾリス星にも人類は生き残ってるのかね。これ望遠鏡見れるのかな。見れない。なんだかワクワクするな、世界観。あれ会話したいんだけど。いや見慣れない顔だね。うわ物騒なものを下げてるな。近寄らないでくれたまえ。なんだい失礼なやつ。棚を勝手に変な形の壺。勝手に開けたらダメなんだ、ドラクエと違うね。僕は歴史の勉強してるんだけど、この星ってろくなことないね。おまけにここんとこの異常気象、土地の砂漠化、出生率低下。地球と一緒だね。将来を悲観しちゃうよな。暗いわ。あとね、相談か、相談っていうのある。このアカデミーの地下室にモンスターが出るっていうのが、なんか裏がありそうだね。なんか相談でストーリーのヒントとかねくれるみたいですよ。これなんだろう。調べられない。どういうことだ。まあいいか。広いね結構。あなた方がハンターさん、本当に信用できないっての。いえそんなことはありません。学長の許可があるんだからここを通してもらうわよ。待ってください、僕も連れてってください。誰、なんか訳ありみたいね。僕はこのアカデミーで助手をしているハーンというものです。実は僕が師と仰ぐホルトという教授が研究のためバースバレーへ調査に行ったまま連絡がなくて、それで僕は今教授の行方を探してるんです。バースバレーって言ったら昔から生命の聖域と呼ばれる謎の谷だね。でもそれとこのモンスター騒ぎがどう関係あんのさ。教授をはじめとする調査団が行方不明になった後、学長は探そうともせずバースバレーを立ち入り禁止にしてしまったんです。どういうことなのか問いただしてもごまかすばかりで要領を得なくて、そしてその1ヶ月後にこのモンスター騒動、僕は絶対に何か関係があると睨んでるんです。こうなったら自分で地下を調べてやろうと思ったんですけど、何分やっぱり恐ろしくて。ははそれで私らが来るのを待ってたってわけ。そうなんですよ。いや話が早い。100メセタは100メセタで連れてってあげるわよ。まさか私にタダで物を頼もうと思ってたわけじゃないだろうね。しかし学長からだってお金は。それとこれとは話が別よ。さあどうすんの。払います。100メセタ。あーついてきた。ハーン学者レベル1。うわ攻撃力ないな。ライラ、ハーン3人目の仲間か。もうちょっと調べたいな。他にちょっと行く前に、あここ外、あらま外に出るのかこれ。こっちは、こんにちは。モンスターが怖くて逃げ出したいのは山々だが、学長が市民にしらを切っている手前、おとなしくしてなきゃいけなくてな。あなんか知ってるの。取り繕うのだけは一生懸命ですからね。ディスってるな。
半年ほど前から地殻変動が激しい、怪物たちも異常発生。この星はおしまいじゃ、嘆いてばかりじゃどうにもなんないよ、おっさん。1000年前、マザーブレインの破壊で社会生活は混乱し、その上惑星パロアの爆発、大崩壊、知ってますよ。よし、じゃあ行こうか、もうダンジョンに。わあ、敵いたね今。おーっと、バトル始まりました。コマンド攻撃、全員攻撃でいいかな。あ、ブーメラン、あ、攻撃されたの。あ、パン死にかけてる、やばい。これライラ、パン守りか、回復魔法とか防御、よし勝ちました、初勝利、8経験値、回復魔法とかないのかな。テクニック、ライラ、ライラはテクニックは使えない。ルディ、レスタ、ハン、レスタなんじゃない、回復。どうだ、1ポイント全開、オッケー。ルディもうでも TP っていうのがテクニックポイントかな、まあ魔法みたいなもんでしょうね。モノメイト、あ、やばい、先制攻撃されてる。コマンド、マクロっていうのは気になるけどね。あ、全員戦うとかマクロ登録できるんだね。まあちょっと今回は手動でいこうかな。で、ハーンは防御の方がいいね、これ。ハーン100メセタもらったからね、守ってやらないと。あ、ルディがやばいな。やべえぞ。おっと、大丈夫か、どれくらいいける、回復、ルディ回復したいけどな。っていうかライラに任せてればいい感じだよねこれ。うわー、ルディ並べ替えでライラを先頭にした方がいいんじゃないのこれ。魔法みたいな、あれ、ちょっと待ってね。え、今これ誰なんだ、ライラなのか。シュネラ、シフタ、シュネラ使っていこうか。で、ルディか、これがルディ攻撃。ハーンは、ハーンはなんか使えるの、あ、パーンもレスタ使えるんだ、オッケー。じゃあ守っとけ、素早さアップ、いらん、別にいらん。攻撃しよう、攻撃攻撃防御でいこう。まあこのテクニックとか特技のもうみんな耳慣れないものが多いと思うのでね、主なものはちょっとねまた一覧にしたいと思います。おお、ルディレベルアップ、体力1、精神力1、少ない、1ずつしか上がらない。お、最大ヒットポイント上がりました、いいね。で、テクニック、ハーンがレスタ、あ、回復使える、オッケー。じゃあルディ回復、オッケーオッケー、いいんじゃない、階段、わ、ちょっとセーブ使っていこうか、セーブ機能使って、そんな最初のダンジョンだからそんなに広くないでしょ。おお、
かり攻撃で防御だな。カンは防御。これ画面の設計から言うと5人パーティーだよね間違いなく。で戦闘のメンバーが中央なんだね。ライラが先頭、2番手ルディが左。ヒットポイント気にしておかないとね。お、ハーンレベルアップ。学者もレベルアップするんだ。精神力アップ、アンティポイズン手に入れました。もうハーンも戦っていいかな。戦ってみる一回。お、ハーンもいける。よし、マクロ全員戦闘でいいんじゃない。いいね、マクロはなんか使えそうだね、いろんなパターンで。あ、なん、これは何これ。あ、なんだこいつ。ボス来たー。どうしよう、シュネラ、シフタ、ホイエ、ぶっつけ本番でいってみるか。シフタ、あ、何これ、誰にするとか、どういうこと。シフタ、これなんだろう。アースバインド ×3、 何残った。エーテルビジョン ×5。 シフタ攻撃力アップ。あ、いいね、分裂すんの。アースバインド、エーテルビジョン、器用さアップ。シフタ、シフタルディにしようか。もう一回、アースバインドはよくわかんないな。攻撃、うわー、ザコキャラ先倒した方がいいのか。いや、ザコキャラ無視でいこう。ジェルンってなんだろうな。戦いながら試してるっていう。攻撃力、ライラとルディが攻撃力アップ。ジェルン攻撃力ダウン、なんだそれそうか、よし、もうルディも攻撃、ルディライラは攻撃で、で、ね、アイテムを使える。違うな、装備品か。ハーン防御でいいかな。ハーン防御、よし、ザコキャラ倒して。あ、クリティカル出てんじゃないの。分裂、回復するか。防御でいいな。よし、ルディすげえ強え。いける、このペースでいける。よし、いったでしょ。まだ、こいつ無敵とかだったら嫌だな。でもダメージ受けてないからね、ほぼほぼ攻撃ばっかりしてる。40ポイント。え、何これ、なんか謎を解かないと倒せなかったらやだな。おーし、やりました。今回はここで区切りたいと思います。次回、ファンタシースター千年期の終わりに。次回もお楽しみに。さよなら。